リゾートトラスト株式会社は、愛知県名古屋市中区に本社を置く日本の総合リゾート企業、リゾートトラストグループを構成する中核企業である。主要事業であるホテルにおいては、会員制リゾートホテル、エクシブや、日本初の完全会員制リゾートホテル、ベーコートクラブ、シティホテル、ホテルトラスティなどのブランドを運営している。2014年1月6日より、 運用開始の株価指数 JPX 日経インデックス400の構成銘柄に選定されている。日本におけるリゾート会員権のシェアはトップであり、日経 MJ が毎年行っているサービス業総合調査によると会員制リゾートクラブ部門25年連続売上高ナンバーワンである。また、ホテル業界の売上高ランキングにおいては会員制ホテルが主軸でありながら、 第2位のシェアを占めている。2008年3月には日本初の完全会員制リゾートホテルとして東京都江東区有明に東京米コートクラブホテルスパリゾートを開業した。平成不況下の失われた10年を中心にリゾート地で大型施設を建設したり、初島クラブのようなバブル期の過剰投資によって破綻した企業から物件を買収するなどして規模を拡大している。 近年では、奈良や旅館や夏目漱石の名案に登場する天野や旅館など、歴史的な旅館の跡地にホテルを建設している。毎年5月に、静岡朝日テレビとの共催により、リゾートトラストグループが運営するゴルフ場で、女子プロゴルフトーナメント、リゾートトラストレディスを開催している。 エクシブ立シ品東京ベーコートクラブホテルスパリゾートとホテルトラスティ東京ベイサイドエクシブアリマリ Q 横浜ーコートクラブホテルスパリゾートとザカハラホテルリゾート横浜広報資料プレスリリースなど一時資料ありがとうございます